ベクター M12 とはアメリカの自動車メーカーであるベクターモーターズ社が開発したスーパーカーである M12 はベクターモーターズで計画され90年代初頭のうちに発売が予定されていたしかしベクターモーターズが当時ランボルギーニの親会社であったインドネシアのセトコグループから敵対的買収を受け経営が創業者のゼラルド・ウィーグルからセトコ参加の メガテック社へと移った結果、計画が一時中断された。M12 は、右予曲折の末、買収によるいくつかの計画変更を受け、1995年にデリバリーが開始された。ベクターモーターズが、瀬戸子系列参加となった後に販売された最初の自動車となった。ベースとなったのは、1992年のジュネーブオートショーで発表されたコンセプトカー。 オークス3でコンセプトカーの時点では先代の W8 から発展させた自社製の横置き7リッター V12 エンジンが搭載されていたが市販モデルではランボルギーニ・ディアブロより流用した5.7リットル V12 エンジンを縦置きに搭載する M12 はランボルギーニ製エンジン搭載の都合によりオークス3よりも前長が延長されやや前方に コックピットがレイアウトされた。0から60マイル加速は4.8秒で、最高速度は時速189マイルとなっている。ボディは交換チューブラースペースフレームで、ボディパネルはカーボンファイバー製。ドアは先代の W8 同様にカルイングを採用している。フロントマーカーランプは松田優のスロードスター、テールランプはシボレー・キャバリエよりそれぞれ流用した。 平均価格は18万4000ドルで、これはエンジンの流用元となったディアブロよりも安価であった。M12 は当初月版3台程度の生産を見込んでいたが、需要が大きく下回り、1999年には経営悪化のためランボルギーニへ支払うエンジン費用が捻出できなくなり、そのまま製造を終了した。総生産数はわずか18台にとどまったが、 このうち4台は、モータースポーツ向けのプリプロダクションモデルとなり、実際に市販されたのは14台であった。ベクター ASR2 レースカー。ありがとうございます。